RS ギターワークスの SVEE ヘビーエイジド、こちらのギターをご紹介いたします。RS ギターワークスですけれども、工房がですね、水没して2年ぐらい稼働できなかったんですけれども、ようやく復活しまして、やっと我々の手にですねギターを届けてくれるようになりました。こちらの SVEE ですけれども、見た通り V のシェイプにですねストラト系のアッセンブリーを突っ込んだというですね、非常に個性的なスタイルですけれども、これは木をてらっただけではなく、サウンドにも大いに影響が及ぼされています。ちょっと見ていきましょう。ボディですけれども、こちらはアルダーボディなんですね。 V でアルダーボディ、それだけでも珍しいですけれども、アルダーボディが採用されている。それとネックはメープルワンピースにカタロックスという指板が貼ってあるんですけれども、あまり馴染みのない指板材ですけれども、カタロックスっていうのはちょっと固めのですねエボニーの一種なんですけれども、インディアンローズよりも多少固めなエボニーということで、音の立ち上がりに非常に影響を及ぼすような材として今注目をされている材です。ボディの裏ですけれども、こちら密かにですねこちらコンターが入っております。そしてネック側の方もこちら斜めにカットされておりまして、それをボルトでジョイントしているというスタイルになります。指板は R が10インチということで、普通 9.5R が多いんですけれども、ここも 10R ということで非常に個性的ですね。スケールは 25.5 インチ、こちらは通常のフェンダースケールということになります。個性的なのはネックボディ材だけではなくて、やっぱりヘッドですね。こちらの片側6連のペグですね。これでテンション感がややストラト系に似てるんですけれども、この V のボディ、アルダーボディですね、これと組み合わせることによって非常に個性的な唯一無二のサウンドを作っています。こちらのピックアップはリンディ・フレーリンのカスタム ST ですね。こちら3シングルになります。コントロール、こちらは5ウェイスイッチになっております。いつものネック側、ハーフトーン、センターポジション、ハーフトーン、そしてブリッジです。ボリュームとトーンコントロールは1ボリュームで2トーンなんですけれども、こちらのトーンはネック側のピックアップですね。こちらのトーンはブリッジ側のピックアップのトーンコントロール、そしてセンターピックアップはトーンコントロールがないということになります。そしてブリッジ、こちらは6ウェイのフェンダータイプのですねシンクロナイズドトレモノが付いています。カラーはですねフェイデッドスパークルバーガンディという色なんですけれども、バーガンディミストというね、ちょっと紫がかったバーガンディがあるんですけれども、それのフェードした感じというカラーになりまして、ちょっとバーガンディっぽい感じは残ってないんですけれども、どちらかというとコッパーみたいな、ちょっと綺麗なこう赤みが残ったゴールドというか、マチャコールというか、ブラウンというか、オレンジ色の薄いものといったようなイメージでしょうか。見る角度によって色が変わってくる、ちょっと色気のあるギターになりますね。それではネック側のピックアップから音を聞いてみます。ネック側とセンターのハーフトーンですね。そしてセンターです。センターとブリッジのハーフトーンですね。そしてブリッジ側のピックアップです。
ともするとですね、大きなボディで弾きづらさばっかりが強調されるような、まあ、格好だけのギターって言われることも多いんですけれども、なかなかの実力派ですね。音の作り方が非常に簡単ですし、いろんな音を出せます。全体の重量もですね 3.3 キロということで、取り回しのしやすい部位になります。ぜひ一度お試しください。